山本四球で交代。スイングを確認する新井監督。その後3安打の秋山に四球。何か言われたのか横浜ベンチを睨みつける。不穏な空気に。報復か。これは新井さんが切れてるぞ。よし乱闘や。新井さん激怒。どうした、何があった。落ち着け落ち着け。率先する新井監督。かかってきたウィッグに、なんだよお前。新井ぶち切れ W。 新井が怒った W。 新井が一番切れてて草。ウィッグに挑発されてて草。番長とか言われてた人がめっちゃ恩恵はや。報復疑惑あったんか。ストレス溜まってたんやろな新井さん。 Q の羽法的に大丈夫そうな感じだったのは救い。新井さんがこんなに怒るの初めて見た。ヒートアップするまで時間あったのがおもろい。来いお前。オースティン出撃、止める三浦監督。オースティン行け行け。やっちゃえオースティン。ウィッグめちゃくちゃ煽ってて草。ブルペンから来て煽り倒すウィッグ本間草。最終的にオースティンと秋山の話し合いで解決。武闘派のオースティンが秋山なだめてて草。横浜ベンチからなんか言われたんやな。ベンチが煽ったな。避けろやとか言ったんかな。慣れ合い野球よりええな。なんてなんてなんて、来いやお前、なんて。聞こえる聞こえる。新井 VS ウィッグは面白すぎるわ。ウィッグとかいう敵味方問わず監督をキレさせる男。